平野紫仕様の新たなる出発とジャニーズ事務所の脱退から飛べへの移行。キンプリの未来に注目。ジャニーズ事務所からの脱退や新たなプロデューサーとの結びつきなど、キングプリンス、キンプリの元メンバーである平野仕様に関する最新の報道が話題となっています。 特に、滝沢秀明氏が彼のプロデューサーとして関与し、新たな道を歩み始めていることは、音楽業界において注目すべき出来事と言えるでしょう。この記事では、平野紫耀の新たな展開や、金プリの未来について探求してみたいと思います。平野紫耀の脱退と新たなる出発。 2023年6月29日に発売された女性セブンが平野仕用の新たなステップについて詳細を報道しました。彼は前月にジャニーズ事務所から脱退し、同時にグループの仲間である神宮寺優太と岸優太も退場することを発表しています。さらに驚くべきことに平野の新たなプロデューサーは滝沢秀明氏であることが判明しました。 滝沢秀明氏は、自身のアーティストプロデュース会社、とべ、を設立し、その中心的な役割を果たしています。この脱退と新たなる出発について、マスコミ関係者からは、金プリにおける残留組と離脱組の対比が盛んに報じられるだろうとの意見が出ています。実際、神宮寺と平野は、ジャニーズ事務所を同時に辞めましたが、 騎士はまだ9月末に退社予定とされており、その動向が注目されています。一方、金プリの残りのメンバーである長瀬門と高橋山はジャニーズに在籍し、6月21日には新曲、何者をリリースしました。トベとの新たな結びつき、6月20日には別の報道誌である週刊女性が平野と神宮寺が7月にトベに合流すると伝えました。 一方、同じく6月29日に発売された女性セブンでは、平野の新曲プロジェクトが極秘裏に進行中であり、そのプロデューサーが滝沢秀明氏であることをスクープとして報じています。さらに、平野と神宮寺だけでなく、騎士もいずれ滝沢秀明氏と合流する可能性についても触れられています。ただし、 彼らは戸部に所属するわけではなく、それぞれ個人事務所を立ち上げてエージェント契約を結ぶとされています。これにより、金プリの未来についての興味深い展望が浮かび上がってきます。ジャニーズに残る長瀬門と高橋山、そして退場し、滝沢秀明氏を中心に活動する平野、神宮寺、騎士。 この分かれた構図は、かつてのトップアイドルグループスマップへの解散にも類似していると指摘されています。スマップへの例から考える。スマップをかつて、ジャニーズのトップアイドルグループとして活躍していましたが、2016年末に解散し、その後、稲垣五郎、草薙剛、香取慎吾がジャニーズ事務所を退場しました。 さらに、2020年には中井雅宏も独立し、現在は木村拓也だけがジャニーズに在籍しています。これにより、スマップ派5人組から解散後は1人だけがジャニーズに残るという状況になりました。なお、スマップの一部メンバーは退除のうちしばらくの間、メディア露出が激減したこともありました。一方、現在のジャニーズ事務所は退場者が相次いでおり、 ジャニー北川氏の性加害問題も取り沙汰されているため、金プリの離脱組やマスコミに対しては以前ほどの強行策を取る余裕がないとされています。金プリと東方新規時事への対比、スマップへの例を挙げつつ、金プリの未来について考えると、韓国のアイドルグループである東方新規と時事への事例が興味深いものとなります。 東方新規はもともと5人組で活動していましたが、分裂騒動を経て部をとして再始動し、残りの3人は新グループ時事をとして活動をスタートさせました。この分裂の背後には事務所とのトラブルがあったと報じられ、時事は日本での活動に苦労したと言われています。 こうした事例を考えると、金プリの未来についても、一部メンバーが新たなステージで活動を続ける一方で、残りのメンバーがジャニーズ事務所に留まる可能性があることが示唆されます。結論。平野市用の脱退と新たなプロデューサーである滝沢秀明氏との結びつきにより、金プリの未来が複雑な展望を持つことが明らかとなりました。彼らの活動の方向性や、 トベが公式に発表する内容に注目が集まっています。また、ジャニーズ事務所にとってもこれまでとは異なる状況下での対応が求められるでしょう。キンプリの未来についての興味深い情報は今後も注目され、音楽業界やファンにとって大きな話題となることでしょう。とってお